梅雨の中休みですね。川越場外、車検売り場です。本日は砦記念初日を、川越場外でも発売しています。開催が続いたので、久しぶりに、入口付近を覗いてみると、草を抜いたんでだいぶクローバーが養殖をしているように思われます。入り口がクローバーで覆われるのも、相当暗いと思います。で入り口横の花壇なんですけど、なんとなく夏に向けての、準備が整え始めておりますね。いやー素晴らしいですね。久しぶりに見るクローバー畑なんですけど、広がってはいるんですけど、結構第一弾が枯れてしまってますね。これを見て一瞬残念に思ったんですけど、根の方が、まだしっかりしており、やがてまた新しいクローバーが入ってくるということなので、まずは一安心ですね。おそらくこの辺に生え始めているのが次の世代のクローバーかと思われますね。ただクローバーの生育以上に、この時期草の生育の方が、スピードを増しており、クローバーが草に埋もれてしまい、伸びようにも伸びない状態が続いています。何事もやはり継続していかなければ、目標には達成しないという、改めてそういう壁にぶつかっておりますが、せっかくやり始めたクローバー計画なので、川越緑化計画はまだまだ続いていきます。